ルカ・アントニーには、イタリアロンバルディア州ミラノ出身の元サッカー選手。ポジションは DF。主に左サイドバックで使われるが、右サイドバックもこなす。ルカ・アントニーには、AC ミランのユース出身の選手で、ユースに11年間在籍した後、2000から2001シーズンにトップチームでキャリアをスタートする。しかし、ミランでは出場機会はなく、 その後、レンタル遺跡を繰り返す。そして2003年夏に、レンタル先での活躍が認められ、セリエ A の UC サンプドリアに保有権の半分を買い取られる形で遺跡を果たし、2003年12月13日対 AC ペルージャ戦でセリエ A デビュー。その後はまたレンタル遺跡を繰り返し、2007年夏にエンポリ FC に保有権の半分を買い取られ遺跡をする。 エンポリでは UEFA カップに初出場した。2008年夏に引退したセルジーニョの代わりとしてミランに復帰を果たす。カルロ・アンチェロッティがミランの監督をしていた時はあまり出場機会がなく、ベンチを温める日々が続いたが、アンチェロッティが退団し、レオナルドが監督となると、左サイドバックのレギュラーポジションを確保。コンスタントに活躍を続け、 イタリア代表に選ばれるまでに成長した。2013年8月31日、バルテルビルサとのトレードでジェノア CFC に移籍決定。2015年9月4日、セリエ B に昇格したアスコリピッキオ FC1898 と2年契約を結んだ。翌年2月1日、AA リボルのカルチョにローンで加入した。二千十六年七月十二日、 AC、プラートに復帰した。11月23日、現役引退を発表した。背番号の77番は、自身の憧れであるジャンルカザンブロッタの青年から、由来していた。ありがとうございます。